ちゃんおかです。こんにちは。本日は私モカちゃんタイムのお誕生日ということで、私のお母様からケーキをいただきましたので、これを食べながらみんなのね質問に答えていきたいなと思います。え、かわいい、すごい、ちょうどいい。じゃあこれを土台にして、おーいいね、こんな感じでございます。ちょっとケーキ写真撮ろう。あ、怖いなこれ、サムネ。あ、怖い。オッケー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 。さあ、ということで封しよ、封できました。ちょっとこれピントが、はい、ではお誕生日の歌を歌いましょう。3、はい。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear モカちゃん、 Happy birthday to you、 おめでとう。いきます。3、はい。はい、ということで、私は2018年の12月23日にチャンネルを開設して、今まで YouTube を続けてきました。それでね、多くの方に見てもらって、この人なんかたまにおすすめ出てくるけどどういう人なんだろうとか、ショートで見たことあるけど別に普通の動画は見たことないなとかいう人が多いと思うので、改めて自己紹介をさせてください。なので今回は保育の役に立つ動画とかではなくて、私のことを知ってもらうだけの動画なので、きっとね再生数も多分あんまりいかないと思うんですけども、よかったらね、興味があってお時間がある方だけ見ていただければ嬉しいです。それではモカちゃんタイムスタート。ではまずはね、ちょっと食べたいと思います。いただきます。うん、おいしい、うまっ、おいしすぎ。インスタの質問箱で質問を募集したので、そちらを答えていきたいと思います。じゃあそれではいきます。26歳の抱負は、これね、いろいろ考え出したら止まんなかったんですけど、大人になるにつれて自分の気持ちを素直に誰かに伝えるってことがどんどんできなくなってるなって思ってて、いや、こういうこと言ったら相手はこういうことを返してくるだろうなとか、こういう思いになるだろうなっていう経験からそういうことを予測してどんどん言えなくなってるんだけど、でも人間って人それぞれ考え方って違うじゃないですか。だからとりあえず自分が思ってること、特に褒め言葉はどんどん伝えていきたいなっていうふうに思います。これもね、とっても美味しいです。ありがとう、作ってくれた人、買ってくれた人、ありがとう。コラボしたい大物 YouTuber は、いやー、コラボしたい人はたくさんいるけど、やっぱりあやなんさんですかね。一緒に手遊びをぜひやりたいですね。次、モカちゃんは短大、4大専門学校どれでしたか？私は短大でした。身長は何センチですか？153センチです。結構大きく見られるんだけど小さめです。保育士歴何年ですか？保育士歴が1年3ヶ月くらいですね。その3ヶ月はまあちょっといろいろあって1年で辞めようと思ってたんですけど、まあ、辞められなくて、この3ヶ月間は続けてほしいって言われてたので3ヶ月間やってた感じになります。保育士辞めた理由を教えてほしいっていうのもたくさん来てるんですけども、1本のね動画にまとめて結構長くなってしまうので、そちら概要欄に貼っておくのでよかったら見てほしいなと思います。うん、キウイ美味しい。保育士以外にどんな資格を持ってますか？幼稚園教諭と認定ベビーシッターと運転免許証と、これはジュニアの時なんですけど、ジュニアダイビングライセンスっていう、あの海に潜るやつですね、あれを持ってたりします。泳ぐのがね得意です。保育士になろうと思ったきっかけは何ですか？自分より小さい子を見るとかが大好きで、小学生でもなんか兄弟学級とかっていうのがあって、6年生が1年生の面倒を見るとか一緒に遊ぶとかっていう時間があったんですね。それが結構好きで、やっぱり子供を見るイコール保育士の仕事以外が思いつかなかったので、ずっともう中学生ぐらいの時から保育士になりたいなって思ってました。2つ夢があって、保育士になるか水泳の選手になるかで迷ってて、本当は水泳の選手になりたいなって思いながらも、それはなんだろう、夢のまた夢みたいな感じで、現実的なのは保育士だろうなって自分の中で思ってました。彼氏はいますか？これね、めっちゃ来てた。彼氏は今のところいません。でももしかしたら明日になったらできるかもしれないし、明後日になったらできるかもしれないので、今この現時点、この撮影している3月4日はいません。得意なスポーツは何ですか？もう完全に水泳一択です。水泳のみ。
他のスポーツはできません、ほとんどできません。結婚願望はありますか？何歳頃したいですか？めちゃめちゃあります。結婚願望があるというか、子供欲しいっていう思いが強いですね。結婚に対する考え方はそんなに、別に結婚しなくてもいいかなとか思うけど、でも子供を作るにあたって結婚はしたいかなって思いますね。まあでも30歳くらいまでにできればしたいなって思ってます。自分に自信がなくなってしまった時どうしてましたか？自信はもう経験してどんどんつけていくものだと思ってるので、自信がないところのスタートラインが当たり前で、どんどん経験していくことによって自信をつけられると思うんですね。なので今自分が頑張ってることをさらにもっと深くやってみたり、他のことには変換しないですね。なんか例えば人に褒めてもらうとかってよりかは、自分でどんどん経験して自分がしっかりと自信を持てるような行動をするようにします。あんまり人には頼らないかな。好きなお寿司のネタは何ですか？お寿司のネタはなんだろう、でもお寿司大好きなんだけど、サーモン、いや、イクラ、サーモンです。得意料理は何ですか？得意料理？オムライス。まあクックパッドとかを見れば大体一通りは作れると思います。最近ハマってることは何ですか？最近ハマってることはエーペックスですかね。人生でほとんどゲームをしたことがなくて、ゲーム自体が苦手だったんですけども、エーペックスは楽しんでやってます。25歳で一番楽しかったこと、楽しかったことなんだろう、でも本を作ったり撮影したりっていうのはすごい楽しかったです。今回発売させていただいた書籍2冊とも結構ね、前から企画を組んでいろんなミーティングをして撮影してこう制作を作ったりとかしてっていうのって、私いつも制作って一人でしてるんですよ。全部撮影も編集も全部一人でやってるから、それをいろんな大人の方たちと協力してできるってすごい楽しいなって思いました。やっぱみんなとやるっていいなって思いましたね。人の温かさを再確認した本作りだったかなと思います。コンプレックスはありますか？コンプレックスありまくります。容姿で言うと鼻がね、もうめちゃめちゃコンプレックスだったんで、まあ、整形もしたし、整形したって知らなかった人はね、あのサブチャンネルに整形の動画載ってるんで、よかったら見てみてください。あとはね、これからやりたいなって思うのはほくろがね、たくさんあるのでほくろ取りたいなって思ってます。見た目のコンプレックスは結構あるかもしれない。肩幅が、水泳でバタフライの選手だったので肩幅がめっちゃ広いとか、なんかごついんですよ私体が。あとは歌う時に低い声を出すのがすごく苦手で、高い声は出るんですけど低い声が本当に出なくて、そこがちょっとコンプレックスっていうのかなですね。血液型は、身長は、好きな色は、いっぱい来た。血液型は A 型です。身長はさっき言ったね、153cm で、好きな色は紫です。嫌いな食べ物は、ジャムがあんまり好きじゃない。ジャムとパクチーとシナモンが嫌いです。あとグリーンピース。彼氏にする人の年の差は上下いくつまでいけますか？上下いくつまで、今自分が26歳なので下はまあ22歳くらいまでで、上はまあ35。何歳、何歳とかわかんないな。あんまり年齢は気にしないかもしれないですね。もうさ、ほとんどない、全部食べちゃいそうなんだけど。芸能人で誰に似てると思いますか？これめっちゃ言われるのが、持田コシヒカリさんに似てるって言われます。よかったらコラボしてください。やってみたかった職業は何ですか？なんだろうな、やってみたかった職業はネイリストとかやってみたかったですね。ネイル描いたりとか、歌手歌のお姉さん目指したいですね。習い事は何をやってましたか？10年間水泳と、あとはちょっぴっと、本当にちょっぴっとだけ柔道をやってました。家族構成は何ですか？お母さんと弟です。3人家族です。春夏秋冬どの季節が好きですか？冬かな。クリスマスとか、まあお正月とかイベントが楽しいのは冬かなって思うので冬ですかね。あとイルミネーションとかも好きだし、洋服も長袖とかの方が好きです。どこからが浮気だと思いますか？わー、難しいな。でも私は何々をした時っていうよりかは、相手にバレた時が浮気だと思います。墓場まで持ってったらこっちも知らないので、浮気してることも気づかなければまあ別にいいかなって思うので、バレたらアウト。自分の好きなところを3つ教えてください。まずは声が大きいところ。声が大きくてよく通る
ところと、あとは行動力があるところ、やりたいって思ったことはすぐに行動するタイプなので行動力があるところと、あとは笑顔笑顔を YouTube を始めてから褒めてもらえることが多いので、みんなのおかげで好きになったところかなと思います。以上はい、まあこんな感じですかね。結局さ、全部食べれそうだから食べちゃおうかな。これ大食いだよね。ケーキワンホールあんま食べないですよね。最後までめちゃめちゃ美味しい。うん、ごちそうさまでした。はい、ということで少しでもね、私のことを知っていただけたんじゃないかなというふうに思います。26歳も YouTube しっかり頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援していただけると嬉しいです。他にも聞きたいことがあればコメント欄の方に書いておいてください。もかちゃんお誕生日おめでとうって思ってくださった方は、高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえたら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。じゃん。